彼女の名前は蕎麦田香澄。チェリストになる夢を諦め田舎へ帰ってきた。十分幸せな毎日なのに、助けてください。ほっといてくれない。あなたはこれからお見合いをします。ふざけないで帰るわ。待ちなさい。女にとって恋愛が全てで結婚が人生のゴールなの。その後もめちゃめちゃ人生続くんだけど、てかその後の方が長いししんどいこと多いんだけど、舐めてんのみたいな。俺さ、ゲイなんよ。っていうか恋愛とか結婚とかそんなに重要ですかね。全く同じです。そっち行っていい？お姉ちゃんってレズビアンなんでしょ？こうなん？私は恋愛もしたくないし、そういう感情もないの。変なのかもしれないけど、それが私だから。なんで私のこと誘ってくれたの？誰にも信じてもらえないけど、本当にそうなんだ。そのシンデレラ作ろうよ。なんでフェアリーラブって雑誌なのだ。お前が決めたんならそれがいい。同じような人がいて、どっかで生きてるんならそれでいいやって思いました。大変なこともあるけれど、きっとずっと大丈夫。そばかす。